塚町についてそのような話は初めて聞きました。ちょっとわかりませんね。神塚町ですか。知らないですね。それであれば神塚町の自治会館に行けば地域の人が集まる場所なので分かる人もいるのではないでしょうか。私元自治会長奈良です。何かご用でしょうか。神塚町の地名の由来について、昔こんな話がありました。偉いお坊さんが国蔵様を背負ってこのちょうど神塚町に、神塚の ところに来た時に幸い地下があって、ここで休んでいきましょうと、そういうことで、休みました。それで幸いの地下という地名になったという話があります。この幸いの地下がですね、昔の神塚町の若木神社ということで非常に信仰心の厚い村だったんでしょうね。はい、偉いお坊さんが休んだところが幸い地下があったのでそこが神塚という地名になりましたという話、昔はのどかだったもんですね。